さあ、今回もゼルダ無双やっていこう。なんとね、まあガノンドルフ使うガノンドルフ編っていうのが始まるっていうのは前回分かったんですが、ガノンドルフっていうのは一回も操作したことなくて、多分レベル1やから、これ難易度難しいやったらやばいんじゃないかなって思うけど、まあ男は黙って難易度難しいかな。武器は何個か持ってるっぽいね。スター増加でいっかな。ギラヒムとザント。味方なんこれ。味方っぽいね。おお。我が念願を果たすため働いてもらおう。トライフォースを手に入れるのだ。あ、今は一個も持ってないもんな。いや、かっこいい。かっこいい。じゃあまずワイレンダ行ってみましょう。ワイレンダ。おお。次 YX。あ、すげえ。おーおーおお、なるほど。YYX。あ、なんかボール投げるって感じか。ボス用と、ボス用とその汎用用っていうか、攻撃力高っ。それをちゃんとあれやっていきたいね。なんかゲージがあるぞ。必殺技ゲージの下に紫色の。YYYYY。あ、これ以上 X はないっぽいな。今のところはね。え、こっちたった3匹。え、味方おらんのこれ。なんか、リザルホスが喋ってるっていうね。進軍開始。ガノンドルフ軍っていうかもう、1体しかおらんけど。3つの砦を制圧せよ。魔物を召喚やって。お前、召喚なんかできんの？今のうち仲間集めておけ。とりあえず砦制圧するか。言うてでもなんか、味方おってもなんかそんなにやもんな、正直。必殺技やっていきましょう。おお。おお、なんか全然倒れへんかったけど。これ、この紫色のゲージなんやろ ?X は？おお、なんか X 押したらすごいことになったぞ。これ、もしかして、あ、やっぱ強攻撃したら、これ黙っていくね、ゲージが。強攻撃を当てると、ゲージが溜まっていくから、それでその状態で、マックスになった状態で、X 押したら、あれ、なんか、新しい技が出るって感じが強い。OK、制圧完了。続けて、南と、いた！南と、北か。南側が騒がしいな。様子を見るか。なんか来んの？お、じゃあギラヒムさん何とかしてくれる？リザロホスの南砦で侵入。おお？わ、攻撃力たっか半分ぐらい減ってるし。待て、これは爆弾。ガノンドロフが爆弾使ってなんか、それもそれでなんか変な話だけど。痛い。ウィークポイント見よう、ウィークポイント。おお、マジか。かっこいい。残る砦は一つ。来たやな、来た。なんかミッション失敗とか出たけど。南砂漠ってどこ？まあ、こんぐらいでいいでしょ。敵がいっぱい出るんやったら経験値も稼げるし。やる気上昇か。まあ、この方が難易度上がっていいんじゃね？ポジティブに行こう、ポジティブに。スタルチュラーはまあ、また今度やる。これで3つ制圧したよ。あ、やる気上がってんのお前らか。これやる気上がったらどうなるんやったっけ？攻撃力が上がるんやったっけ？よし、一体倒す。お前をウィークポイントで倒す。オッケー。どこか買い物？あ、
南東が、な、じゃあ南西やな。南西が開門したからそっち行こう。そこの2つを制圧せよ。うわ、やる気上がってる。さっき俺があのミッションに失敗したからかな。痛い。ウィークポイント。ちょー、もう邪魔すんじゃねえよ。これやばくね？いっぱいおるぞ。牢獄？牢獄の開門準備開始やって。やば！ 88 キルってやば。あ、その牢屋に閉じ込められてる魔物の仲間にすんの？今、ザントさんがそんなこと言ってなかった？お、ギラヒムさんがなんとかしてくれるらしい。南の牢獄へ向かおう。おーの？お？すべての門番兵。よし、ここの砦制圧完了。で、オッケー、完璧やん。んで、北に行って、あそこの門番を倒すんやったかな？あ、ギラヒムさんとかザンタさんにもキャラクター切り替えが可能やな。っていうことは、命令で、ガノンドロフを、ここに生かす。ここに生かして、行ってる間に、キャラクター切り替えで、ここら辺の門番を倒そう。ギラヒムさん、初めて使うな。ちょ。あ、ウィークポイントが。ウィークポイント試してみたいな。まずは、ワイレンダ見てみましょう。お、ダーツ飛ばすやん。おお、おお、すげえ、大金も出した。いいね。原作通りっていうか、YX。あ？あ？なんだ今の。YYX は？もうなんかめっちゃキモい、めっちゃ動き、キモい動きしとったけど。YYYX。お？お？どれが一番強いんやろ？でもレベル低いからな、てか1やし。これはウィークポイントやな。お、体験。あ、すげえ、いい。火力やば。ウィークポイントの火力やばいわ。必殺技やっていきましょう。おお、ミッション失敗。なんでや。魔物の群れに合流。まあ、いっぱい敵出てきた方が、あれやな。なんていうの、戦ってて楽しいし。こいつらか、この骸骨たちがあれか、もしかしたら味方になってたっていう可能性のあるやつか。心得た。何がや。うわー、やる気上昇。難易度難しい。ほんまにさ、敵倒すのに時間かかるからね、難しいよ。来た、ウィークポイント。よし、ウィークポイントでどんだけ削れるか。お、倒した。オッケー。ウィークポイントゲーやな。ウィークポイントゲーですわ。ほら。ほら。ここら辺は終わったかな。いや、次、ザントさん。ワイレンだ。いや、この動き。この動きね。うわ、ザンタさんもなんかゲージが新しくあるわ。じゃ、YX。あ、ザントアイ。おお、おお、すげえ。痛い。ウィークポイント。じゃ、死ぬ。レベルアップ。はっは、豪快。これでレベル上がらな、死ぬぞ。おっ、キャップね。ちょっと待って、鼻水。よし、リザロス倒して、お前、縦のガードの仕方がキモい。なんでお前、稲バウアーしとんねん。ほい、ほい、回避。よし、ウィークポイントで、これで倒せるでしょう。倒した？オッケー。全軍撤退。よし。で、ここ、陥落してるから、もう一回やるか。あ、ガーナイルおるやん、ガーナイル。いいね。ザントさん好きやわ。はい。これ、
必殺技リレンジの下のやつなんやろこれ。おいおい、うわ気持ちいい、うわ気持ちいい。なんか倒れた、回避回避。ザンタさん好きやわマジで。おい、お、あこれは着地と同時にいくポイントちょー。いやこれはもう必殺技で倒せるでしょう。2人とも倒した。お、2人とも倒した、オッケー。でここら辺で雑魚を倒して、そこが陥落寸前か。じゃあガノンドロフに変えて、ちょ痛い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 、めっちゃおる。これ立たなく倒せな、倒さなあかん系か。痛い、来た、ちょー邪魔すんな。一体倒したやろ。オッケー。で、もう一体のタートナックを倒さな。ウィークポイント。来たー、これ、後ろに回って。オッケー、いいね。で、北側攻めようかな。制圧か。ここの一個北に、砦であるから、そこも攻めたいな。よし、ここ制圧完了。なんかそこ陥落してるな、真ん中の中央のところ。まあ、陥落してもすぐ取り戻すだけやけど、これからどうした方がいいかな。処刑地？処刑場？処刑場のガイナイルを撃破せよ。残り4体いるらしい。お前らかな、ガイナイルって。でも処刑場じゃないしな。警備兵？何やこいつ。こいつ4体倒すんかな。え、HP めっちゃ減るやん。やば。もう倒せる、もう倒せる、倒せる。お、あ、これじゃないっぽいな。これ警備兵は別っぽいわ。なんか前のミッションだったんかな。宝箱出ていく。ハードの器かけらやな。宝箱開け方。ハートのかけらか。お、外が騒がしいようですが、怪しいな奴らが暴れてるようで。お前ら喋るんやな。処刑場入り口開門。お、ガーナイルがなんか言ってますけど。ガーナイルいたな。かける4ってなってるよ、右側見たら。ガーナイル倒す数が。でも4体もガーナイルおらんぞ。ぶっちゃけた話。どんぐらい減る？もう、死ぬ？死ぬ？行く？行ったー。お前も壁はめ。もう壁ではめる。基本やから、ゲームの板。ゲームの基本。オッケー。タートナックおったの今。タートナックはウィークポイントで。いや、これ、いすぎ、いすぎ、いすぎ、さすがに。さすがにいすぎ。お？ちょ、ちょ、なんで？キャンセルばっかやめて。3人とも出せ。倒した3人とも。タートナックを。倒してるっぽいね。いいね。数が多すぎ、多すぎ。で、ここ、あ、ガーナイル4体おるやん、ちゃんと。こいつら倒して終わり？めっちゃおる、めっちゃおる。えぐ。とりあえず強攻撃を使って、ゲージ貯めて、ちょっと待って。こいつらは、ウィークポイント。オッケー。ほい。これで一体倒したかな？あ、倒してる倒してる。で、ここで強攻撃で、お、ウィークポイントも削っていく。強攻撃で、違う。強攻、おい。オッケー、溜まってる。ゲージ溜まってる。この状態で、間違えて A を押していく。集まってこい。魔力持ちてたよな、今。魔力取って、まあ、こいつウィークポイントで、仕留めるか。ちょ、もう邪魔すんなよ、ほんまに。オッケー。制圧はしていく。ガーナイル、あと一匹。お前か、ちょ、これ見てみたい。えぐい！なんだこれ。あれ、これクリアじゃないの。うわ、もうこれ
クリアやと思ってめっちゃ無駄遣いしたな。お、なんかムービー入っていく。キングドドンゴ、所詮図体だけの間抜けな魔獣。なるほど、倒すんか。オッケー。あ、そっか、こいつら読んだらあれやもんな、いいことあるもんな。読んで、やべ、くしゃみ出そう。読んで、はい、ほい、ほい、で、強攻撃で。削れねえ、こいつ。マジか。どんぐらい減る？あー、半分、4分の1ぐらいか。あー、そんなもんか。回避。爆弾。ちょ。おー。おお、いた。盾、オッケー。盾、オッケー。なんか後ろにガーナイルおるけど。ちょ、早く、火。ちょ、なんか邪魔なやつ来たし。ちょ、どうしたこいつ。どうした？火。なんかちょっと浮いてるし。来たー。やっとかいな。で、ドカーンってなって、ドーン！はい、ワンバンエッグ。マジか。しかも場所がと、え？テスチターとも出んのかい。じゃあテスチターで行こう。テスチターとには辛い思い出しかないわな。前にボコボコにされたからな。さあ、ブーメラン。よし。で、あ、紫色のやつ食べたいな。これどんぐらい減らねえ。おい、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 あー、最悪。ブーメラン、ブーメラン、ブーメラン。ちょ、なんでや。ブーメラン。あ、これ終わった後か。あと痛い。オッケー。いいタイム、邪魔。オッケー、雑魚がいてくれたら、この紫色のゲージが溜めやすい。おーっとー。回避。死ぬ。いや、ここ魔力使おう。テスチターと強いから、魔力使って倒してレベル上げよう。おらー！オッケー。これ、ワイレンダーでいっかな。待って、危ない。オッケー。これで倒してレベル上がるでしょ。上がらんのか。マジか。薬あるかな。あったわ。アップね。あ、ゴーマさんいた。こっちは弓矢やな。これは、回避。来た。で、弓矢撃って、これでドカンと一発ハリ頭からの必殺技で削って、ウィークポイントまでいけ。削り切らんとかいい。死ねあー、耐えるんかいい。かっこいい。よし、これで倒したでしょう。これゲームクリアか。ガノンドルフ強いな。さすがラスボスといった感じか。すげえ、後ろのやつ、あれ、ガノンか。魔獣ガノンか。いや、かっこいい。てか、ガノンドルフ操作してていいんかな。ルピー少ね。次、ラネール渓谷っぽい。見て、ラネール渓谷が晴れてる。ここ明るいでしょ。けど、ほら、ここら辺暗いっていうね。おー、だいぶ変わってるっぽいな。同じラネール渓谷やのに。よーし、じゃあ次もガノンドルフ編やっていきましょう。